長尾一徳は、日本の実業家。株式会社ジョイフル第3代取締役社長を経て、エネファースト株式会社代表取締役社長。奈良県出身。小学校時代は6回も転校を重ねた。奈良県立桜井商業高等学校卒業、厚生大学経済学部中退。1987年に、3M に入社。 1989年12月にペプシコに転職。ペプシコーラの日本における事業がサントリーに売却されたのに伴い、1998年1月にサントリーフーズに転籍した。2006年4月にジョイフルに出向。2007年3月に取締役商品本部長兼マーケティング本部長に就任し、また同時にジョイフルに転籍した。 同年12月13日、当時の社長のアナミ洋一が、次期衆院選に、ダイブイックより自民党公認候補として、立候補を表明したのを受け、2008年1月1日に、代表取締役社長に就任した。ジョイフルとしては、初の創業家以外の社長で、かつ非プロパーの社長となる。2008年の世界同時不況で業績が悪化したため、 2009年3月26日に代表権のない社長に退いたのみが持つ。2010年3月25日の定時株主総会で取締役を退任した。2012年2月に産業用太陽光発電システムの設計志向を主とするエネファースト株式会社を設立し代表取締役社長に就任し、現在に至る。 ジョイフル採用情報サイトより多いた、合同新聞2007年12月14日、長官共同代表制へ、ジョイフルより、同記事によれば、元プロ野球選手とある。しかし長尾が高校を卒業したと思われる1982年から、3M 入社とされる1987年までの、日本プロ野球12球団の選手名鑑に、長尾の名はなく、 この記事の信憑性には疑問が持たれる。取締役退任に関するお知らせジョイフル2010年3月10日付けニュースリリース20年安心の投資で誰でも太陽光発電事業者にコラム環境ビジネスオンライン。ありがとうございます。